ねやりたいことがいっぱいあるんですよ。あ、いいことですね。そうなんです、はい、もうねなんせミシンがかけたい、ミシンがかけたい、うん、ミシンかけたいっていうのが一番ミシンばっかりですねそうそう、いや、そしてねその他にはあのピアノが弾きたいとかね。あ、いいじゃないですか。あとピアノ弾きながら歌えるように練習したいとか。語り弾き、弾き語り弾き語りそしてあのピアノの先生のこう、はい、ピアノ弾いてる姿を動画撮ってあったり、録音したのがいっぱいあるんですよね。それをそう整理して、これを一生懸命一生懸命見て、ちょっとそれを真似したいなっていう気持ちもありますし、はい、それからねパンを焼きたいとか、はい、ベーグル焼きたいとか、マフィン焼きたいとかね、好きなことばっかりじゃないですかそれ全部そうやりたいこと、やりたいことそうそう、はい、いっぱいあるんですよでね、だいたいね私のやりたいことってミシンとピアノとオーブンがあれがあればね、うん、できるっていうことは、はい、家の中に全部揃ってるので、はい、家にいればいつでもできるんですよね。なるほど。でもねそれがなかなか進まないんですよ。進まない、はい、どういうことですか。それは まずはやっぱり、はい、やらなきゃいけないことをやってから、やりたいことはねやらないとね。確かにね、そう、うん、あのやりたいこと先にやっちゃうと楽しいんですけど、はい、後でねこうなんていうんですか、締め切りが迫ってくるっていうかね、はい、あの夜遅くまで必死でやらなきゃいけないっていう、うん、ような状況になっちゃうので、引き伸ばしてるわけですかそうそう、やっぱりギリギリはちょっと ね、あの気持ち的にも焦るし体も疲れるので、うんうん、ちょっとそれは避けたいので、はい、やらなきゃいけないことから やろうって思ってるんですよ。なるほど。そうでもねこれやらなきゃいけないことのスイッチがなかなか入らなくって、先延ばしになっちゃいますね。そう、なんかねそれって昔と私変わんないんですよね。学生の頃に宿題のスイッチがなかなか入らないっていうね、うん、いやでもありますよそういうのは普通にそう、ねね、あのコマーシャルでやる気スイッチ押してくれっていうのありましたよね、うん、どこにあるかわからないですけどねそうそう、あれ今も私そうだなって思うんですけど、はい、なんでそのスイッチ入らないんだろうって考えたんですよこの間ね、うんうんうん、でね要するになんかね気持ちがモヤモヤしてるんですよ、はい、でねこのモヤモヤした気持ちって一体何なんだろうってちょっと落ち着いて自分の心を探ってみたところですね、まずは、まあ、やりたいことができないじゃんっていうそのちょっと苛立ちというか、なるほど、これやんなきゃいけないからみたいなね、うん、あとはねめんどくさいなっていうのは私の中ですごく大きいです。 ありますねそういうのはね。そう、うん、あとねこれ難しそうだなっていう時もめんどくさいがもっと大きくなっちゃうんですよね。なんか抵抗を感じるというかね。そうなんですよね。であとねそんなこと考えてるうちにどんどん時間が過ぎていっちゃうので、はい、焦ってくるんですよねしまいには焦ってくるんですね。そうそう、なんかね、はい、そういう気持ちがねもやもやと心の中にあって、はい、重い気持ちになってスイッチ入んないんですよ。でもねこれ考えてるうちにそれもったいないなと思ったんですよね。そうですね、うん、考えてるうち時間が過ぎていきますからね。そうなんですよ。でねバイブルにねこう書いてあるんですよ。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くって。おー、あーそうなんだと思ってね、うん、私ついねあもうこんな時間になっちゃったって時計ばっかり見てたりとか、あの宿題の山を見てねこうはあもう嫌だなってため息ついて、うんうん、そんなのばっかり見てるんですけども、はい、何よりも自分の心の中をしっかり見なさいと、うん、でね何を見てあの考えてるか見極めなさいっていうことだと思うんですね、はい、でそれちゃんと見極めると、あこんなこと考えてないでさっさとやっちゃおうっていう気持ちに切り替えられるので、気持ちをね、はいはい、でそこにスイッチあるのかもしれないなと、ね、なるほど、心を見守る見張るっていう大事だなっていうふうに思いました、はい、まあね、あのやらなきゃいけないことがあるっていうのはあの自分に役割があるっていうことなので、そうですね、はい、とっても感謝なことなんですよね本当はね、はい、だからこういう何かとモヤモヤする自分の心には負けないで、うん、自分の人生をね一日一日、進んでいきたいなって本当ですね思います。